今日熊本市が20番目の政令指定都市となりました。全国にはご覧のように政令指定都市があります。以前は人口100万人以上が基準となっていましたが、現在は70万人に緩和されています。そしてこれらの市は予算や住民サービスなどに県などから独立した権限を持っています。政令市誕生を祝おうと、熊本市中心街ではご覧ください、コンサートが開かれ、大勢の人が詰めかけ、カウントダウンボードの前でその瞬間を待っています。熊本市自体が活性化して住みやすい都市になればいいなと思います。今朝は記念式典も開かれ、熊本市の高山市長らおよそ1500人が出席しました。熊本市は周辺自治体との合併を経て政令指定都市へ移行、人口は73万4474人で、新たに東西南北と中央の5つの行政区が設けられます。熊本市内のデパートでは買い物客1000人に赤飯が振る舞われるなど、お祝いムードを演出していました。熊本も九州の真ん中で、やっぱし福岡に負けないように頑張ってもらいたいと思いますので。